クロワークス。僕はこれでいいかな。はい、どうもクロワークスです。ということで、久々にスグル代表の自宅前。はい、こちら。見てもらって分かる通り。はい。5型のハイエース、スーパー GL でございます。なんですが、この5型の GL、大体クロワークスで紹介するのって、ディーゼル車両多いと思うんですよ。なんですが、このお車は2リッターのガソリン車のスーパー GL。なんで、俺ね、スーパー GL の2リッターガソリンって乗ったことないんで、しかも5型でしょ？なんで、この車をね、ガソリン車乗ってみた感想どうだみたいな動画を撮ってみようということで今回撮影しております。まあ、ちなみにこちらのお車、あの方のお車なのですね、はい、あのそのあたりはどの方の車なのかっていうところも含めて、この後ね、こちらのお車どんなお車なのか、まあ、2リッターのガソリンがどんな感じなのかっていうのをね、紹介していこうと思います。はい、ということで今実際に運転させていただいております。今ね、撮影してくださってる方どなただと思いますでしょうかというところなんですが、そうでございます、圭吾さんでございます。こんにちは。圭吾さんですよと。はい。じゃあこの車は誰の車って言ったら、そうです、圭吾さんのお車ですということで、まだね、圭吾さんの車愛車紹介とかで撮影したことも一度もなかったんですよね。ないですね。なんですけど、圭吾さんは実は5型のスーパー GL、はい、しかも2リッターガソリン車、はい、という形で、あんまりいないですか。そうですね、ガソリンスーパー GL 自体を、はい、クロマックスで今まで取材したことってなかった気がするんですけど、うん、そうですね。っていうことで、はい、2リッターのガソリンのスーパー GL っていうことで今運転させていただいております。はい。今ちょっと乗り出してちょっと市街地ブーッと走ってるじゃないですか。はい。今の時点でガソリン車とディーゼル車の違いをあんまり感じていない。ああ、そうなんですね。これ5型でエンジン変わったっすかね、ガソリンって。変わってないですよね。変わってないと思います。で、オートマが、はい、6速はそれはガソリンディーゼルともに5型から変更してるっていうのは、はい、一緒っすよね。そうです。うん、そんなに多分踏み込みは少しはディーゼルのトルクの太さをとガソリンのっていうのは感じるのかもしれないけど、はい、街乗りしてる分にはそんなに変化ないですよね。そうなんです。なんか本当にそんなに分からん。買う時に、はいはい、まあ、ディーゼルとガソリン悩んだんですけど、はいはいはい、私そんなにこの車乗らないんですよ。あの本当にお休みの日のドライブ仕様ですよね。そうなんですよ。なので、はいはい、やっぱりその街乗り、うん、コストパフォーマンスを、メインで考えた時に、はいはい、やっぱりガソリンの方がいいんじゃないかなと。ちなみに、はい、新車価格でそのガソリンとディーゼルの価格差ってどれぐらいなんですか。ね、80万ぐらいだったかな。じゃあ100弱。そうですね。で考えた時に、まあ、値引きもあるからその時々によって違うんでしょうけど、はい、80からまあ100と考えましょう。はい。そういう場合はその燃費と燃料の価格の差が100万超えるか超えないかっていう話ですね。そうなんですよ。結局あの自分が何年乗るかっていう計画もそうかもしれないけど、乗ってる間の燃料費と燃費と燃料の差、うんうん、でどれぐらいの価格差が生まれるかっていうことを考えると、車両価格で場合によっては、はい、ガソリンを買っといた方が経済的にお得になる可能性があると、はい、あとはどうしてもディーゼルが、ね、いいっていう人もいるでしょうけど、うん、まあ、5型でね 2.8 のエンジンになってすげえ静かになったとはいえ、うん、やっぱりガソリンの方がいいよっていう人もいるようなんですよ。そうですね。個人的にはディーゼルかなっていうところもあるんですけど、はい、今乗ってみて街乗りする分にはそんな差感じないんですよ、うん、踏み走るし、うん、でオートマがこの6速になってるっていうところも含めて考えると、そのガウ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 変速ショックじゃないですけど、もともと4速でしたっけ、5速でしたっけ。4速でしたね。4速ですよね、うん、4速オートマから6速オートマになった恩恵もあるのか、そもそも回転数が上がらないし、うん、エンジン自体もガソリンとはいえ多分トルク側に振ったエンジンなんですよね、はい、そういうことを考えるとっていうお話してるんですけど、これ後ろちょっと撮影してもらえます。絶対今ボケたでしょ佐藤さん。可愛くなってる。でも佐藤さんなんかお疲れだから寝るっていう話なんですけど、まあ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 、はい、はい、まあ、なんでねこのタイミングでこんな撮影してるかっていうと、はい、まあ、ちょっと3人で、はい、あのお出かけする用事があって、はい、でそのついでにまた別の撮影もしようということで、あのレトロ自販機の動画も撮影をするために今動いてたりもしますと、はい、いうところなんで、そのタイミングでこの圭吾さんの
2リッターのスーパー GL を取材させるっていう話なんですけどね。はい。燃費これどれぐらいなんですか？8キロから9キロぐらい。8、9、うん、そうなってくるとディーゼルとそんな燃費は変わらないですね。いや、そう燃費自体は変わらないから、あとは燃料の価格差ですね。はい。価格差が今どれぐらいなんだ？大体20円ぐらい。20円。はい。リッター20円で、はい、まあ大まかに10キロとすると、うん、10キロ走るのに20円だったんですよね。うん。走行距離が100キロになると100円、あ、じゃあ200円。うん。100キロ200円、うん、1万キロ2万円ってことは、10万キロ走ったところで価格差で2万円がだから20万っす。うん。だから10万キロ走ったとしても、その新車の時の価格差は埋まらんのか？ちょ、埋まらないっすね。ガソリンの方が経済的ではある、うん、っていう結論ですね。そう、まあ、俺は50万キロ乗るんだっつったらガソリン50万持たないだろうから、うん、ディーゼルだったら頑張れば50万走るかもしれないけど、ハイエースだったらガソリンだろうがディーゼルだろうが値打ちの幅はそんな変わんないですもんね。うん、変わんないです。値打ち幅そんな変わんないんであれば、まあガソリンを選択するっていうのも一つの手なのかなと。そういう考えもあるんですけど、はい、まあやっぱり、うん、乗らないっていうのが一番大きいんで。距離乗らないと。そうですよね。はい。だからそこで、うん、やっぱり優先したのが大きかったかなって。はい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 、はい、そうなんですよ。働く車なのに、うん、クロマークスの視聴者さん結構あの趣味で持たれてて、距離が伸びない働く車だったりするんですよね、みんな。そうですね。これだって半年ちょっとですけど、はい、まだ2000キロ行ってないですからね。ちなみに、はい、佐藤さん、はい、佐藤さんこの間手放したじゃないですか、4型のスーパー GL、はいはい、あれって何万キロだったんですか？22000。何年で？3年ぐらいか。ですよね。でしかも関東近辺住んでたわけじゃなくて、当時福岡だったわけじゃないですか。です。乗るときは結構な長距離乗るような感じでも、うん、3年で2万ちょい。そうです。やっぱり走んないですよ。そうです。だからもう買い取りしてもらったところが、はい、すんごい欲しいですって言われました。やっぱ低走行は価格下がらないですからね。多分京子さんもそういうところですよね。そうです。中古車の市場価格も考えて、どの道乗らないし、うん、たまに乗るっていう車であれば、うん、まあガソリンで買っといて維持して、はい、はいはいはい、リセールも考えたっていう戦略でガソリンを選ばれたと。そういうことです。はい、京子さんそこら辺詳しいんでね、そういう話聞きたいときはぜひ京子さんに聞いていただければ面白い話聞けますよ。はい、ということで今バッとそのガソリンとディーゼルの違いとかちょっと話したじゃないですか。はい。そんな話してる間にこう車内を見渡させていただいていろいろ出てきたんですけど、はい、まずナビでけ。はい。これどこのナビですか？アルファインです。アルファインで、これハイエース用とかに出てるやつなんですかね？一応専用ですね。専用設計で出てるデカナビでございます。はい。であとこのミラーよ。はい。これなんですか？これは、はい、後ろがフィルム貼っちゃってて、はい、全く見えないのと、はい、あと後ろのモニターがでかいんですね。リアモニターが。リアモニターはどうなってますよ、これ、はい、リアモニターもアルパイン？うん、そうアルパインね。こんな感じ。それはミラーで後ろ見えねえよねって話ですよね、はい、ちょっと欲張っちゃった。はい、っていう感じですね、はい、なんで、はい、後ろにモニターつけて、はい、常時バックモニター。はい、そうです、はい、っていうことだったり、これダークプライムじゃないですか。はい。ダークプライムなんで、これバイザー、ダークプライムってバイザーまで黒だっていうこと俺知らなかった。はい、ダークプライム2で、これあ2なんだ。はい。バイザーだけじゃなくて、はいはい、ルーフも、はい、ピラーも。あ、ルーフ黒、そういえば。はい、全部黒です。本当だ、こだわりです。トヨタ車そこら辺あれっすよね。そうですね。昔のその初期のマーク X、はい、あれもなんか S じゃないと内装黒くないとか。あ、そう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 、なんかそういうのやりますよね、トヨタ。はい。そうなんですよ。だから佐藤さんの乗ってたハイエースもダークプライムだったんですけど、はい、僕のは2なので。あ、そこの差があるのか。はい。はあ、はあ、はあ、って感じです。そこの差です。なんか佐藤さん、そしたらじゃあ僕もダークプライム2の、今度は僕がディーゼル買うとかって、そういう感じになりそうな気がするんですよ。要は3買いますよ。3も出てるんですか？いやいや、まだ 2のまんまですよ。6型で、はい、ダークプライム2が出てます。次7型、6型、7型も出るんですか？どうなんですか、ね、5型が出て、もう6型になってんだ今。現行は6型です。あ、じゃあまた次も引っ張るのかな。結局モデルチェンジするとボンネットついちゃいそうじゃないですか。あ、そうですね。グランエースも含めて、はい、まあ、そうならないためにっていうんで、引っ張れるだけ多分この方で引っ張るんだろうなっていう気はしてるんで、はい、追従クルコンつかねえかな。あ、
ー欲しいですね。そうキャラバンかハイエースに追従クルコンがついたら俺間違いなく欲しいと思うんですよ。はい、まあそんな話は置いておいて、はい、装備がすごいんですよ。これもじゃあツイッターもアルパイ、はい、あーこれは違います。あまた別のカロッテリアです。あカロッテ、はい、じゃあスピーカーも変わってるんですか。変わってます。変わっていて、はい、レーダーもついていて、はい、レーダーがこれ OBD2 からちゃんと撮ってるから、はい、回転数ですかこれ。速度と回転数。そうですね、はいはいはい、選べるんですけど、はいはいはい、表示してます。速度と回転数が出てると、はい、あでこれ5型以降についてるあの車線はみ出し防止が今ちょっと作動しました、ね、そうですね。踏んだんかな線とかっていうところで、はい、いいな。だって新車の匂いだもん2000キロそうなんですかねまあ僕はもうずっとこの匂いで乗ってますけど、2000キロです、はい、走行2000キロの極上車、そりゃ売れますよね、リセール考えても、はい、あとどっかこうハンドル周りとかでいじってるところがどっかあるんですか。ハンドル周りではほとんどなくて、はい、あとはちょっとごちゃごちゃしてますけど、はい、このこれね、はい、これはみんなつけてますよね。で、はい、これエブリィにつけられるらしくて最近話題らしいです。いえ俺それ知らなかった。俺買うしかないじゃん、はい、これいくらするんですか。これね、はい、6000円ぐらいだったかな。あ、よかった。数万とかだったら高っていう準備をしたんですけどそんなに高くない。6000円だったら買えるな。で最近で言うと、はい、小沢さんが、はいはい、あの取り付けされたっていうあの Facebook での投稿を見ました。これつけようじゃん、はい、これすごいいいですよ。いいなエブリィのこれがつくのがいいな、はい、と、はい、あとはまあドライブレコーダーがついてて。ああドラレコはまた別でついてるよね、はい、あそっち側についてんだ、はい、運転席からはじゃあ視認できないじゃん。そうですね、はいはい、これはあのトヨタ純正のやつですね。なんか寒冷地仕様のあれもついてましたよね。寒冷地仕様車です。あこれ寒冷地仕様車なんだ。はい、はあ。特段何か大きな変化があるかっていうわけではないんですけど、はい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 、ちょっとバッテリー容量が大きくなったりとか、うんうん、まあ、そういったところでプラスになることが大きかったんで。寒冷地はそうですよね、はい、結構寒冷地みんなキャンピングとかじゃないですけど、はい、あのそういう用途で使うアウトドア用途で使う人は寒冷地選びがちですよね。そうですね。あとはまあリアスピーカーは変えてないんですけど、はい、うん、サテライトスピーカーをつけてます。だからリアスピーカー行きですか。行きです。あじゃあもう行きでサテライトスピーカー追加っすね。はい、そっちの方が音場良さそうっすね。広がりましたね。ですよね。はい、はあ、はあはあ、ということでけいこさんは綺麗にかっこよく作っていく人です僕の車とは少し違います、はい、いじり終わる前にボコボコになるっていうそういうそういうクロワックスコとは少し違うぞと、はい、いう状況でございますね。でもそれって価値ですからね、うん、資産価値って言えるっすもんね車って。そうですね。そういうところの管理がしっかりされてる慶吾さんのお車ですということで、また別でね一本愛車紹介としてこの車をじっくりまったりずっぽしずっぽし紹介していく動画は別で撮影させていただこうかなと思ってますんで、はい、こちらのお車が気になる方は、そちらの動画がね出るまでお待ちいただければと思いますという感じでございます。はい、ということで高速道路入ってきました、これ東北自動車道の浦和インターチェンジですか、料金所、うん、浦和料金所でございますというところで、さっきねここ来るまでの坂道でも結構感じたんですよ、うん、あガソリンだっていうのを感じたんで、それがね高速域でどうなるか。ちょっと踏んでも大丈夫ですか。どうぞ。ハーフスロットルぐらいまで踏み込んで加速していこうと思います。後ろなしということで真ん中の車線でぐーっとキックダウンをさせてもらって加速。いやでも60、70、80、ハーフスロットルですけど90、これ何速入ったんだろう。6速なのかな。うん、これ6速かな。6速100、うん、6速メーター読み100キロで、こっちのレーダーだと今93キロ、うん、メーター読みで100よりちょっと針が上ぐらいで2000回転ちょっと、はい、これぐらいだったら燃費伸びんのかな。これ以上になってくると多分回転数上がっていくから燃費はどんどん下がっていく方向になると思うんですけど、はい、多分ギア比の設定とかも100で、うん、かな。あーそれさっき恵子さん言ってたじゃないですか、はい、ガソリンは高速になる
同じ小型のディーゼルで同じ速度で走った場合ってギアは下がるので、回転数落ちるから、まあ低音っていうかそういうのはあるのかもしれないけど、音はもしかしたらガソリンの方がでかく感じるかもしれないですね。そう、なんかガソリンは静か、エンジン、ディーゼルがうるさいみたいな、そういう印象あるじゃないですか。はい、それは逆になるんですね。そうですね、僕はそういう風に受けたんです。はいはい、まあ、ディーゼルのガチャガチャ音って言ったらすごい語弊あるかもしれないけど、ディーゼル特有の振動とか、低音みたいないうところは感じると思うんですよ、ディーゼル乗れば。なんですけど、あのディーゼルの5型以降の6速オートマはすげえ秀逸な気がしてて。そうなんですよね。6速で走ってるディーゼルなんかすげえ静かだよってやっぱ皆さんの意見も聞くんで、はい、そう考えるとそこの差はあるのかなと。ただまあそれがね、10万キロ乗ったってあのひっくり返らない新車価格ですよ。それをどう捉えるかっていうところだったりとか、はい、街乗りする分にはもう全然十分だったしな。でもう僕ずっと比較対象ですよ、はい、比較対象はエブリの PC リミテッドなんですよ。エブリの PC リミテッドって考えたらその差はもう2リッターのガソリンでハイエースだったら全然凌駕するんで、うん、その高速ですよ、はい、PC リミテッドで高速走るときのあの振動差っすよ。はい、ありますね。そうで、しかもそれをねこれからねまたいろいろいじくり回して倍入者牽引までしようって考えてるんだから俺すげえなと思うんですけど思うんですけど、実際に2リッターガソリン軽乗り、ね、乗り慣れてる人からしたらこれで十分だよっていうのは間違いないです。だってこの速度で走ったらエブリもっとうるさいもん。そうですね。まあ比較対象が軽で申し訳ないんですが、はい、でもこれショック足回り変わってます？変わってないです。完全ノーマル。ノーマルで車高もそのままっすね。はい、なんか5型になってマイルドになりました多分ですけど、はい、その5型とはいえガソリンとディーゼルでその、はい、エンジンの重さ全然違うじゃないですか。うん、そうですね。多分軸重も変わってるんで、はい、足回りのセッティングも変わってるはずなんですよ。はい、おそらくフロントだけ変わってるとかリアだけ変わってるかそれは分かんないですけど、はい、変わってる中でガソリンの方が軽いですよね。うん、そうですそうです。軽いからふわふわ感がないのかな、なんだろう、全く足入れてない同じ5型のディーゼルだと、もう少しふわんふわんしちゃって乗ってても酔うみたいな、そういう感覚感じられるかもしれないけど、ガソリンだとそれ少ないかも。それは感じるかな。で今走ってるんですけど、うん、僕はこれでいいかないや価格差が100だとしたらですよ、うん、十分なんですよ。十分なんですよ。要は乗用目的でハイエース買ってるんで、そこで荷物を積んでってなっちゃうと多分もっと不足するんですよ。そうですね。だけど人が乗って、はい、まあ、キャンプ用品乗せてぐらいなんで、はいはいはい、十分なんですよ。いや本当それですね。マジで十分。ガソリンはって言ってみんな言うじゃないですか、うん、ガソリン系しがしでもディーゼル一択だよとかっていう人もいるんですけど、この動画でこれまでにお話しした内容っていうのをうまく総合していくと、はい、うん、ガソリンの選択肢って全然余地として残されていて、なんだったらガソリンの方が今までね、なんとなくディーゼル一択だと思ってディーゼル買ってた人も、実はガソリンの方が使用用途に合ってんじゃないっていう人も結構いるような気がしてきた、うん、そんな感じですよね。そうですね。しかもこれダックプライム2でございますよ。2ですハイエースを乗ってる所有欲みたいなところに関してはもうがっつり満たしていただける、はい、そんな感じの車でございました。はい、ということで今回ね、お出かけする用事があったからということで、恵子さんのお持ちのこの2リッタースーパー GL 2型でございます。しかもダークプライム2、はい、ガソリン車どうなんということで乗らせていただきましたが、うん、個人的には全然ありっていう検証結果になりました。どうすかね、皆さんはどう感じるすかね、ガソリン、いやそれでも絶対ディーゼルだろうとかっていう人もいると思うんですけど、だったらガソリンでもいいかなって思う人出てきちゃうんじゃないかなと思いますんで、よかったらそのあたりの感想ね、下のコメント欄の方に書いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今回は
ハイエース2リッターガソリンどうなのよということで撮影してみましたが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いいたします。また Twitter、Instagram、クロワックスのブログのチェックと、あとはね、クロワックスメンバーズ制度っていうのが始まったりもします。下の概要欄にメンバーズの詳細入ってますんで、どんなもんかなーなんて気になる人がいましたら、ぜひとも一旦覗いていただければと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで一応ね、緊急事態宣言みたいなところは緩和されつつある日本ですが、僕らの経済も回復していかなきゃいけないんで、はい、楽しんで前向きに振り切っていきましょうということで、よろしくお願いします。